これこれの、あの事業はもうあの府の方に委託しますよということを、それはですね、あの法律をねじ曲げて条例で固定化しているようなもんだ、そのことが本当に許されるのかと。予算でどういう課題を抱えているか、一つは新型ウイルス感染症であります。あの扶助費はどんどん増えていってる、22番の資料ですね。他の費目に振り替わっただけというのもあるんですね。支援学校はもう移ってます。市立高校は間もなく増え移管するんですね。更新需要が当然起こる、今後見ていかなければならないということであります。まず万博の会場建設費が1850億に見直されたという経緯、またこれで、収まるのかどうか分かりませんけど、まあ、決算司会の前にですね、こういう700数億のお金が増えますよということになります。地方は出資金の330億円と補助金の850億円合わせて1180億円を持つということで、今スキームがされているわけですね。中途半端な、ここに全部が体内払って集結するっていうんだったら別ですけど、一部分だけで、まさに大阪市の上に、府が乗っかるという感じで、しかも大阪市はこれであんまり喜べない。要は過去10年やってきたのはですね、市の事業を廃止し府の事業と統合すると、そういう事業ばっかりですね。で本当にこれがそれぞれ、効果があったのか、今後検証すべき課題であるというふうに思います。